mind is twisted. この大会は、ボルダリングの、日本一を決める年に一度の大会になっています。この大会に出場できるのは、前年に行われたジャパンツアー、100人ほどの選手が参加する大会を勝ち抜いた40名の選手と、前年の日本代表20数名を合わせた選手が出場できる大会となっています。まず最初は VR ボルダリングの課題を 3D 化して視聴者に、より分かりやすく見せるという技術を2018年の大会から導入することになって、2019年のこちらリードの大会になるんですけども、そちらで AR の成績表示っていうのを導入し始めたのがきっかけになります。やっぱり競技の進行だったり成績等だったり、その現在の状況っていうのが分かりやすくなったという反響をもらうことが多いです。2年目のこのボルダリング大会での AR システムの導入ということもあって、今回の演出が来年以降、今後より観客が会場に来るためのきっかけになるような演出になったらいいなと思って進めました。さらにその技術を活用して会場に来たお客さんがさらなる、感染体験をしていただけるようなものになっていけたらいいなと思って、その取り組みを考え始めています。一番のポイントとしては、制御のしやすさ、選択肢の多さや拡張性、また導入当時の最高スペックであったことが決め手になりました。新しく 3D になることで、カメラからデータが送られてくる。これまでとは逆のデータの流れでやることができて、作る各プログラムの数が減ったのと、あと安定性も非常に高まったなと思います。今回は被写体まで60メーター以上離れた距離に設置して撮影したんですけど、それでも実用的な画角で使用できたり、そんなに離れていても PTG 制御しても実用的な操作感で制御できたことがすごい使いやすいなと感じました。本年は新しく導入した骨格検出の技術を用いて、 AR 表現の効果をさらに高めるオクルージョンと呼ばれる演出を導入しました。これは通常 CG が実写の上に重ね合わされるのが AR だと思うんですけど、その AR の CG の一部を実写が隠す、逆に実写が隠すオクルージョンという演出を導入したことが大きくこだわった点になります。オクルージョン機能のブラッシュアップというものを現在の目標にしています。その後は壁だけではなく、クライマー人物もリアルタイムに 3D 化するようなシステムの開発を検討しています。これまで自前で作っていたものが 3D 機能にアップグレードされたように、製品発表後、ユーザー購入後、アップデートで新しい機能が増えていくような、そういう製品開発、そういうサービスの提供に期待したいと思います。